今日は2016年4月22日ですね。今午後1時27分朝日新聞の一面には、大雨で熊本県に新たな避難指示が出たということで大変でしたね。お見舞い申し上げます。なんとかね、それぞれ最善の方法で自分の命をみんな守っていただきたい。それから三菱自動車が自分のところの会社の車の燃費のデータをごまかして不正に操作していたという話ですね。でこれまでバレてたやつの別の車種も、まあ、ずるいことをやって本当よりも燃費がいいんだということで売ってたという、まあ、けしからん話でさね。まあ自動車会社がこういうことをやるっていうのは、なんか他の外国の自動車会社でもありましたね。で企業が嘘をつくということはもうまあ往々にしてあることで、まあこの場合には、今回の場合にはまあ燃費が悪いか悪いかというぐらいの話で済みますけれども、命に関わるようなことだって今までいっぱいやってきてますよね。まあ、公害の問題、水俣病なんていうのはまあひどい話で、国と大企業が結託してその企業の利益を守るために人の命がどん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 奪われていったなんて悲惨なこともあった。でなかなかその事実を認めない、ああいう大きいのもありますよね。それから社会的な不正義というものが企業によってないがしろにされているというのは、私は繰り返し繰り返し言いますけどね、嘘をつく。本当は賄賂を企業が役人とかに送っちゃいけないんですよね。談合というのは自由競争をしなければいけないんで、みんなで物の値段を決めて高く売ろうじゃないかということを相談して高い方に統一するようなことをやっちゃいけない、そうやっちゃいけないということをずっと企業がやり続けてて、場合によっては官製談合なんていうんで工事をやってもらうお役人側が企業の中介になってやってはいけない談合をやる、まあ、そういう不正直なことをずっと企業がやるわけです。昨日も私のところに東京都内の法律事務所から沖電機がその子会社の贈賄事件に関して知っているのに知らん顔してるっていう話が、中国にある沖電機の子会社が中国の役人に対して贈賄をして、そしてどうやら捕まったみたいなんですね。で、捕まったためにこの沖電機と取引のある会社がえらい損害を被った、まあ、具体的にはどういう形で損害を被ったか分かりませんけれど、損害を被って、こういう場合は沖電機がそういう事実を社会的に公表しなければいけないのに公表してませんよということを知らせる通知が来まして、5月からこの損害を受けた企業が起こした裁判をこの弁護士事務所が担当してやるそうで、東京の地裁でやるみたいですね。相手はだから沖電機です。親会社である沖電機を相手取って、裁判を切る、まあこういう話は珍しくない。人権侵害、差別やいじめを行う企業というのはもう珍しくないわけで、政治的な理由で例えば共産党員なんかに対する差別は、まあ、電力会社なんかずっとやってきてて裁判の中でも明らかになってますね。しかしそういう場合でもそれを認めてごめんなさいという企業はめったにない。沖電機の場合にも談合とか贈賄とか今まで何回もやってきて、今回ももう何回目か分かりませんよね。それもどうも私たちが悪うございましたというふうに企業の代表が謝ったという話はついぞ聞いたことがない。ましてや職場の中での差別やいじめ、集団ストーカー行為なんていう、まあ、これは人間として許せれない行為なんだけども、そういうことを
やっておりました、ごめんなさい、これからしませんという謝ったことはないですね。にもかかわらず社会はそれを厳しく追及して、とんでもないことだ、あんたらがそんなことをやるから子どもたちのいじめがいつまでたっても改善されないんだというふうな話にならないところが、まあ私としては情けないところです。今日は牛尾美晴による変奏曲、続けて弾いてみますね。まあ、えらい昔の室町戦国時代、日本で言えばそういう時代に作られた曲で、まあ、そういう感じの曲ですね。なんか古い感じが、まあ、出ればいいんでしょうかね。譜面を弾きながら弾きますんで、ミスをなるべくしないように気をつけますけれども、うまくいきましたらお慰めという感じでご容赦ください。Thank you.
ということで、だいぶ怪しいところもありましたが、